結果です。無謀だと言ったのに、カーラン教はどうして。私も分からなくはないがな。とにかく今は追いかけるとしようぜ。宝箱です。何かあるぞ。
あれは追いつきました。カーラン教です。先ほどから何なのだこの無礼な風は。とにかく下船で分からず屋の庶民どもとこれ以上この島で過ごせるものか。かくなる上は私一人でも島を脱出してみせるのである。まだ立ち往生してくれていたか。おい、カーラン教、騎士へ戻ってください。ダメだ、聞こえてねえみたいだ。お、あれは おいアドル、あれはもしかすると。なんだ、これは。私の邪魔をするな。あっちへ行こうか。何なのですか、あれは。間違いねえ、ありゃロンバルディア号を沈めた触手だ。あれが船長の話していた。こうしちゃいられねえ。アドル、なんとかおっさんを助けに。邪魔をする気でしょうか。来ます。消えちまったぞ。カーランのおっさんはどこへ行っちまったんだ。
Thank you.
でも言えよ。了解。ちょっと待ってな。よし、完成だ。でしょうか。川の下流へ向かって走り去っていったように見えたぜ。こっちの方だな。
当にここですか？誰もいないようですが。待ってくれ。はい。首に傷が。一体どうして。気づいたか、アドル。木立のあたりに何かあるぞ。
ドル君じゃないですか。どうしたんですか、そんなに神妙な顔をして。またどなたか怪我でも。よう、キルゴール先生、今日はいい天気だな。神様に感謝しなきゃな。なんせこの後あんたと組み合ってもびしょびしょに濡れずに済みそうだ。これはこれは、エアランさん、戦場で待ち合わせをしていたお仲間にはお会いできましたか。バロー、やっぱり同僚をバラしやがったのは貴様か、キルゴール。いや、名無しの切れ裂き魔。やっぱり先生は。でもどうしてなのです。いやいや、美しきカナ、少し前までお互いの顔も見知らなかった漂流者たち、そのあなたたちが生き抜くために育んできた意志の力や結束力、やはり美しいと言わざるを得ない。な、何が言いてんだ。しかしこうも言えませんか、漂流という異常な状況や僕の脅威なくしてその美しさは生まれなかったと。そんなこと耳を貸す必要はねえ。こいつはただの殺人鬼だ。キルゴール先生、どうか投降していただきたい。ここが無人島である以上、あなたにもはや逃げ場はありません。僕は世に必要とされるべき存在、邪険にされるのは心外ですね。Yeah!
気を引き締めましょう。この子は大鳥か。なんて卑劣な、人の風上にも置けません。船長殿、すぐに手当てを。それは無駄かもしれませんね。見たところ大腿部の動脈を切断した可能性があります。すぐに手当てしても助かるかどうか。そんなアドン、頼む。キルゴール先生を、ナナシを捕まえてくれ。船長殿、先の失血も手伝って気を失ってしまったようです。カーラン教に続き二人目ですか。それでは僕はこれで失礼させてもらいますよ。やはり君が追ってきましたね。晴れ渡る夜空のように澄んでいながら奥底に情熱を秘めた人、初めて会った時に直感しました。やはり君は僕の標的にふさわしい。次はアドルを手にかける気ですか。この先、この島で漂流者たちが生き抜くのは容易ではないはずです。脱出の可能性は果てしなく低く、絶望の果てに獣の餌食となるか、もしくは人の秩序を失い
漂流者同士醜い争いを繰り広げるか。しかし船長の築いた漂流村やアドル君の存在は皆に希望を与えました。そして今は島からの脱出に向けて一致団結し始めているわけです。いやいや大変に美しい。そんな矢先にアドル君や船長を失えば考えただけでゾクゾクしますね。そのためにアドルや船長を。それだけじゃねえ。カーランのおっさんやあの女の子。先生、あんたは人としてやっちゃいけねえことをしたぜ。やってはいけないこと。何のことか分かりかねます。僕は悪を背負う人間として当然の行動をしたまでのこと。それは、ええ、僕はまっすぐなアドル君とは対極にある存在です。人は蹴る大地があるからこそ走って前へ進むことができる。物事が前へ進むには相反する二つの作用が必要なのです。善と悪、二つが存在するからこそ人の世や歴史もまた成立する。悪が存在せず正しいものばかりの世界などありえましょうか。それにもかかわらず悪の存在は憎まれ、存在が許されることはない。理不尽だと思いませんか。なんて盗作的な。わしは根っからの悪い人間なんていねえと思ってきたが。僕も君たちと話し合って分かり合えるなんて思っていません。善と悪の闘争は必然なのですから。喧嘩でしたか。ここまで手応えのある相手だとは。ですがこの島は悪にとってこれ以上ないほどの晴れ舞台。
このまま終わる気はありませんよ。いかん、また逃げる気だ。光線のトラップ、うかつに動けませんね。くそ、なんて用意周到だ。お楽しみは次に取っておくとしましょう。それでは。最後は予想外の決着だったな。さすがに複雑ですね。それよりアドル、すぐに船長のところへ参りましょう。あ、そうだ、急ごうぜ。